おはようございます。あずきです。かなみです。ゆかです。今日はあの、うん、前回 の, あのこの YouTube の撮影で、うん、あの私とななみはいたんですけど、その時に出た質問をちょっとゆかに、あ、そうですか、ゆかに行こうと思います。あ、引いてもらう、個人的でいいの？じゃあこれ、あなたのバイブルは人生に影響を与えた本、漫画、映画など何かあるかな？バイブルってまず 何から始まるんだけど、まあこういうことなんやな。初めて聞いたこの言葉。バイブルは英語なんですけど。あ、そうなんですね。あ、英語なんや。訳すと何になると思います？訳してバイブル？いやいや、そういう訳してバイブルってことですか？え？え？ライブスーツの自由意志みたいな。和訳するってこと？バイブルっていう英語なんです。あ、和訳すると何ですか？そうそうそう、日本語にすると。でもさ、ここにヒント書いてるけど、人生に影響を与えた本、漫画、映画など何かあるかないから、何やろ。バイブル、バイブル、とりあえずなんか動かす系ような、絶対きっかけ的な感情みたいな。じゃあだってさ、バイブレーションとか言うやん。あー、うん、さすがの、ルーやから。うん、衝撃ターニングポイント的な。それも英語じゃん。でも、ほんまに、あの、思ってる以上に頭硬いです、うん、ね、硬いのかな。硬いよ。硬いというか、あの、よくやれるのは脳みそが筋肉。あーググりましょうか。ググって。え、でもさ、心の動き的な感じじゃない、うん、そういうこと。え、え、もうそのそんなんやったら分かるわけないやん。ちょっと待って、え、ちょっと待って、ダズ1頭いいやつきがこれやったらやばいで。それは分からん。ハート、そこ絶対分からん。あずきさん、ヒントをあげてよ。ヒント、うん、こういう感じ。ヨガ違う、こういうなんかもう、あ、分かった分かった、なんかこういう感じ。アメン、アメン、あー、なんか信者みたいな。ちょっと近くなってきた。あー、あー、ちょっと待って、ここで出てきてる。あ、なんかそうそうそう、ここか、ここまで出てるか。ここまで出てんねんけど、お経は。あー、でもいや、まあ確かにそれ、それ神様、もうちょっと千の仏。いや、それなんかこういう感じ、もうこういう感じ。説明書。あ、あーの、こういうやつの、これ聖書。おー、来た、え、当たり、やったー。長かった。え、その私が信じてる言葉とかも、なんか、なんか載ってるものっていう、今の、まあ、導いてくれるものとか、ね、例えみたいなこと、こう目指すもの、ちょっと考えるのわからん。めっちゃおもろい。あ、深い。でも、なんかこんなんちょっと恥ずかしいけど、あの、ソープロの曲聴いたら結構なんか戻る、戻るっていうか、あ、自分、あ、シャーっていう、なんかリセットされる、あの、ソープロジェクトさんの曲とか。それはわかる。でも曲を聴いたら、なんか歌詞とか、もう、あの、歌詞は見てないんですけど、こう耳から入ってくる言葉で、なんか現れるというか、なんか、まあ、もっと騒音プロジェクトだったっていうのもあるんですけど、でもなんか最近の曲とかも聴いたら、なんか、あ、頑張ろうってなる。え、わかる。え、あの、騒音プロジェクトさんの曲はもうめっちゃ、もう私推してて、ね、いいと思います、ね、なんか元気が、私学生の時からちょっとライブとか行っててちょっとオタクなんですけど、すごい、あの、実はソープロオタク、ソープロオタクか。絶対知らんやん、みんなが。言っていい？見て、寺坂美桜さんがガラス越しでこっちに参加者。あ、ここから撮りましょうか。多分こういう感じで。不審者でございます。不審者や。こんにちは。このバイブルとは何でしょう。意味はこれ英語やね。日本語で分からない。でもなんかちょっと問題的に、問題っていうか、
大変側で本番の映画なのに的に結構こう影響みたいな感じやなはい、結構です、ね、はい、ありがとうございます